これちょっと右にグリーンを外しました、はい、かなり左足上がりの、うん、ライなんですけれども。そうですね、結構左足上がりですね、これ。そうですね、これちょっとピンのね真ん中より上は見えてますけど、根元が見えてないので、はい、全く見えないですね。ちょっと見ますね、はい。カラーからピンの位置が意外に近いので、うんうん、ね、そうですね、高くって、はい、そしてまた止める、うん、高く上げてキャリーを出して止めたいですよね。はい、そうですね。私はだいたい52度と58度とアプローチは、はい、使ってるんですけど、高くて止めるって言ったらやっぱり58度を使って、うん、打ってみます、はい。で、左足上がりの場合っていうのはフックに、はい、まあ、左サイドのこう動きがなかなかこうターンしていかないので、うん、フックになりやすいんですけど、はい、私はねこういう時は逆にこう左にボールを置いといて自分の脇の延長線上にこう置いておきます、はいはい。それでもうストレートに狙ってしまいますピンをストレートに狙ってしまいます。それで足はまあ、ちょうどなんていうんですかね、こう地球の中心に向かってっていうんですかね。ああ、そうですね。に向かって、はい、この膝から下の角度、そして腰の位置をこう右足に対してこちらの膝がちょっとこう左体重っぽく斜面に沿って立つとこうやって体勢が、うん、後ろへ下がってしまいますから、うん、逆に言うとフォローで勝負するというよりもバックスイングで大きく上げて、この角度をあまり変えない、インパクトのまんまこう角度を変えないっていう、これはフォローを出そうと思うとこうぶつかってしまいますから、うん、そういう意味ではこう左下のこの角度をキープしながらボールを左に置いといて体勢を整えます。では打ってみます。